ジモキアのジューズプリスト、ジモキアです。はい、KNU から来ましたモカピンです。今回ですね、前回の引き続き、はい、ドゥマオ東京オープンパート2を見ていきたいと思います。適用お願いします。はい、橋本金也のジューズプリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、ジューズ一式、一徹、イサミ、ベリーハードトゥーサムミット、ラスコンチェス、ドゥマオ株式会社、フルホース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今日は2月14日タイトリバーサイドスポーツセンターで行われたドゥマオ東京オープンのパート2をお送りしたいと思います。こちらの見どころはどんなところでしょうか。はい、前回は、マスター黒帯、アダルト黒帯でしたね。今回は色帯、はい、そしてですね、ジュースプリストレアな子供の試合もあります、はい、おちょっとね、変わったことやっていかないと万年化してますでも200回も超えるとね、そうですね、そろそろどうなんだっていうのもありますからね。はい、子供の試合レアですよ、はい、見てください。はい、それでは VTR スタート。はい、女子プレティーン灰色フェザー1回戦、山本愛菜対久江中雄です。はい、山本愛菜対久江中雄、この下になってるのが久江中雄、はい、インファイトのね、ペドロ・アキラ根本の妹ですね、久江、はい、久江はですね、本当この子はね、勝っても負けてもね、笑わないっていうね何なんでしょうか、すごいね、無表情に淡々とやるんですね、はい、この年にしてね、呪術マシーンですよ。あ、すごい、はい、将来楽しみですよね。そう、今一生懸命試合やってますからね、はい、頑張ってもらいたいと思います。久江、さあ、でもバック取ってます。バック、いいのしてますね。さあ、バックから何を狙っていくんでしょうか。これ裸締めか、これなんだなんだ、締まってます。そうです、あ、これ裸締めですね。あ、タップしましたね。はい、奥で入れ締めですね。裸締めで一本勝ち。ちっちゃい。はい、子供ですからお子ちゃまです。はい、女子プレティーンハイドフェザー決勝戦。駒形瑞希対久江中雄です。はい、駒形選手は、はい、エクストリーム呪術アカデミーの海老名。神奈川県ですね。神奈川県ですね。海老名ですね。そして久江。久江がね、もう子供のくせにね、こんな。ガードポジション、しかもね、デラヒバガードを使いますからね、うん、おズボンの中に手入れてんじゃないのか、久江、それ反則だぞ、久江、もう子供ながらにこれダーティーファイト、よくないな、ちゃんとレフリー見てください、はい、そおっと、そういったところ、パスガードされちまった、あ、されるか、あ、されない、される前に、これひっくり返しましたね、ひっくり返したけど、これは今のはサイドポジションからの流れだったので、はい、何もなしですね。いや、子供の方に足長いですね。あ、ブラジル人の子供ですからね、久江。顔ちょっとね、相当昭和な感じしますよね。なんか日本系な感じですけどね。久江、ね、さん、どうでしょうか。さあ、クローズガードですね、クローズガード。この一生懸命な顔。はい、おっと、腕十字、腕十字。おっと、どうでしょうか、これは戻せるか、戻して、あ、けどまあちょっとパスか、はい、おーおーおー、上だった、いいですね、これスイープですね、スイープ、スイープになりましたね、今の動き、はい、さあ久江、これ上になってパスガードできるかどうか、お、引き込んだ、引き込みましたね。さあ、中尾さん、深いですね、はい、子供なのにみたいな、はい、おお、これパスされちゃいますよ、久江。大丈夫か。さあ、上になってるのが、駒形選手。
あ、タイムアップ。勝ちましたね、久井。2連勝して、優勝。はい、けどね、笑わないんです。全然笑わないんです。無表です。はい。女子ユース白帯ライト決勝戦、遠藤千代対あかりなかうです。はい、来ましたね。これ、このあかりなかう。これはね、あの、下の妹。はい。まだいますよ。もっとちっちゃくなった。はい。さらに下がいましたね。あ、もうこれちょっともうパスられて、ちょっと抑え込まれちゃってるか。もうこれパスられちゃいましたね。あ、さらにマウント。マウントまで食らってしまいました。こんなちっちゃい子供が喧嘩じゃなくて、ちゃんとスポーツとしてやってるんですもんね。まあ、子供がね頑張ってますよ今。すごい。はい、今大会はね、あの、子供もあってアダルトもあってだったんで、はい、ちょっと珍しかったんでね、取ってきましたけどもね。どうでしょうかね、これはもうマウントポジションですよ。マウントポジションになってます。はい。あ、これ腕決まられちゃう、腕決まられちゃう、どうか。あー、決まった。子供はね、ストップ早いですか。これはどうか、止められるか、止められるか、潰してるか、どうでしょうか。あ、止められましたね、今の腕十字で。はい、実際の妹破れる、あかり破れる、遠藤千代選手勝利ですね。マッハ道場おめでとうございます。はい、ちょっと体格差ありますね、これ。はい、ユース杯帯ミドル級決勝戦、中池武弘対信渡辺です。はい、中池選手はパレストラ小岩、ドブ渡辺がパレストラ千葉。はい、パレストラの支部同士の対戦ですね。 上になってる方が中池選手、下になってる方がドブ渡辺。はい、あ、いいですね、今の形もうまいですね。マウントポジションをキープ、そしてマウントからこれは腕狙いでしょうか。さあ今、マウントになってるんですけども、腕をがっちり組んで腕十字のディフェンスしてるんですけども、これこのまま腕十字取れるか、取れるか。腕十字行けそうですね。そうです、クラッチが外れたらもうこれ止められますからね。はい、子供はね、あの、レフリーストップがありますからね。そうなんですね。はい、怪我しないように。そうですね、怪我してからじゃ遅いですから、背面のタップが。そしてレフリーがもう試合を止める権限あります、止めますからね。さあ、スイープ、スイープになりましたね。はい、中池選手どうか。今サイドポジションで抑え込んでいるか。あ、もう足はもう抜けてますからね、パスガード。さあ、サイドポジション、そしてマウントに行こう。マウントポジションまで行きましたね、流れるような動きで。はい、さあ、ここからは何を狙っていこうというか、マウントポジション、ポジションキープか、そのまんま、それでも何か。まあ、そしてハーフに戻しましたね。おっと、またあのハーフガード戻したけど、またパスマウントになっちまいました。ナップにさらに追加。はい、これ下から腕組んでるけど、腕十字取られちゃいますからね。さあ、今これ腕十字狙いでしょうか。腕を狙ってますよね。あ、まあ、入りましたね、入りました。ああ、これは止められるか、止められるか。あ、ダメだ、もう止められますね。今の腕十字、はい、1本です。中池選手腕十字で1本勝ちで勝利、優勝ですね。はい、おめでとうございます。はい、ジュニアティーンハイロビライト決勝戦、伊豆岡安治対ガブリエル西岡です。はい、伊豆岡安治選手がカルペディエム、はい、ガブリエル西岡がインファイトジャパン。さあ、インファイト、ガブリエル西岡、ちょっと今、はい、アグレッシブに攻めてますね、ガンガン来てますね。インファイトは、ね、子供多いんですよね。多いですね、若い子も。そうなんですよ。で、今、あの、色帯で頑張ってるそのケビンとか、ペドラ・アキラとか、あそこら辺も全部あの子供の時からやってますからね。子供が大人になってアダルトの帯に変わってるっていうのがありますから、はい、やっぱキャリアがね。おーっと、腕十字うまい、早い。腕十字からの、あ、マウントから腕十字サクッと決めたロボ渡辺、やっぱ動きはね、いいですね。おめでとうございます。はい、女子アダルト青帯ライトフェザー決勝戦、ルアナディアス対リンチェンファンです。はい、ここからチェンリンファンです。大人の試合ですね。
まあ、ルアナも、まあ、あの15歳で今年16歳って、そう、そうなんですよ。ここ1、2年はねずっとあの子供の分に出てましたからね、はい、やっと大人に出れるっていう感じで、大人というかまあジュブナイルですね、はい、国内はアダルト、海外は、ジュブナイルの試合に出るっていうことで、この対戦相手のチェン・リンファン、はい、マーシャルアーツ MMA フィットネス、中国ですかね、から来日、中国か台湾か、はい、来て試合やっております。海外から、あ、この国ね、道着にちょっと国旗のマークあるけど、これ台湾ですかね、はい、はい、それスイープからバックに行っても、これ裸締め狙い、華麗に行きますね。さあクローズガード、いわゆるまだね、あの緑帯ですからね、これ子供の帯ですよ。子供には全く見えないですよね、もう。おお、今上になってバックに取られるところね、一本強いのみたいな、ちょっと落とそうと3ですけど、うまくカバーリカバーしていったルアナか、ルアナディアス、ルアナ光ディアスですね。光ちゃんですね。はい。ね、光とか明かりとかね、いっぱいいますからね。さあルアナ引っ込んでいきました。そろそろね、緑帯もね変えた方がいいと思いますよ、はい、ルアナディアス大人、そう、青帯に出るんだったら青帯巻いてほしいんですけどもね、そこら辺のルールはどうなんでしょうか、ちょっとルーズなところありますからねまあ多分、はい、あの道場の中でまだ青帯認定受けてないんでしょうね、だからまだ緑帯のまんまっていう、はい、もうガードポジション、ガードポジション、そしてスイープか、上になれるか、上になりましたね、上になりました。もうポイント的にはかなり優位に立っているルアナ光ジアス、はい、さあどういった戦い、そしてパス、ニーンザベリー、畳みかけてくるルアナディアス、安定感がありますよね。そうなんですよね、もうやっぱね、ほとんどね、もう毎月どころかね、毎週、2週に1回試合出てるみたいな感じですからね、ルアナも今年からね、パン選手権出ますよ、パン選手権出ますからね、こちらの方注目してください、ルアナディアス。やっぱコラーレ選手はね、国際戦に、海外の大会でって言っても、ね、かなり入賞が期待できますからね、はい、やっぱもう国内でガンガン勝ちまくってる選手が海外でどうなのかっていうところもね、ちょっと事実の面白いところなので、いや海外でも頑張ってほしいですよね、はい、さあマウントポジション、マウントポジション、さあマウントポジションから何を狙っていこうというところでしょうか、今ちょっと見えないんですけども、はい、締めですかね、締めを狙ってるんでしょうか。エゼキエルを狙ってました。そしてまたバック、おバック、相手が動いたところバックマウント、さらにポイント追加、なんか首、そうですね、お、ま、そしてまたマウントポジション、いいポジションキープだ、お痛い、さあポジションキープでもどん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 もう攻めて緩めず、うん、ポイントがどんどん、そうですね、さあニーザベリーで様子見というところでしょうか、はい、そしてあーガードが、まだガードじゃないですね、まだガードじゃないです、ガードポジションにはなってないけどガードではない、そして上になって腕十字か、あ腕十字1本、ルアナディアス腕十字で1本勝ち、5分55秒、1本勝ちで優勝、おめでとうございますルアナ。はい、女子アダルト紫帯オープンクラスエマジオング対シモーネクサノです。はい、レアンドロクサノの奥さんですね、シモーネ。お、そしてこのエマジオング、あの2015年のね、はい、キーワードの一つだった女相手に肩固め、あ、それの肩固めやられた選手です、お、エマジオング、お名前聞いたことあると思ったら、はい、女相手に肩固めやられた選手がこのエマジオングですね。ブルーの塩崎がね、あれで一世を風靡しましたから柔術プリスト流行語大賞、ね、そうですよ、オンバイブに肩固めのされてしまった方エマジオングが今もう紫ぶりで、ね、出てますね、はい、対するこのレシモーネ草野、レアンドロ草野の奥さん、うん、人妻ジュース出ましたよ久々、yes. シモーネもね、はい、あのやっぱりあの草野と一緒にやってるだけあって、ね、どんどん実力上げてますから、うん、で今回無差別級ですからね、はい、階級別の試合なかったんですね、やっぱ紫帯になるとね、なかなか選手も少なくなってしまって、そうなんですね、はい、さあシモーネ対エマジオング国際戦ですよ、はい、愛知対シンガポール、おー、
浅草、はい、いいですよこのね、マジオンで。さあ今ね仕込んでね、今ちょっとタックルタックルって的なところがあったんですよ。もういいですね、いいですね、相手の動きについていくマジオング、はい、さあクローズガード、おおー、腕十字腕十字腕十字、あータップ、へえ決めましたね、2分49秒腕十字、もうクローズガードからもう教科書通りの腕十字を決めて優勝。はいはい、子供と女子の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、ね、子供の試合をね流すのは非常に珍しいんですけども、はい、これからねやっぱ今日の試合見たく、子供はねあの駆け引きなしでね、うん、お互いも全力でやっていくんでね、まあ、それはそれと面白いんですよ、はい、だからね子供の試合もこれから注目していると思っております。そして女子ですね、はい、ルアナ光ディアス、ね、これからパン選手権出ます。そちらの方もね、はい、もう国内でねずっともうほぼ敵なしで勝ってるんで、その選手が対世界でどうかっていうところの注目だし、そしてこのドゥマウの、ね、大会にはるばるシンガポールから参戦、はい、イマジオングね、去年のねコパデバンコック忘れられない一戦ですよ。女相手に方々もね一本負けしましたけど、今回はね、はい、草野の奥さんシモーネに、はい、クローズガーでは腕十字で一本勝ち、すごかった、ね、紫で勝ってますからね、はい、でブルーノとはもうやらない、もう帯ブルーノまだ青帯ですから、はいはいはい、エマジョンが紫帯ですからね、もうやりませんからこの2人、はい、はい、もう伝説の一戦になりましたね。一戦になりましたからね、あの試合もね呪術プリスト出てますから、はい、ぜひぜひ、振り返って見てもらえないと思います。はい、それでは CM です。柔術プリーストセレクション、このコーナーはおすすめ商品、新商品を紹介するコーナーです。本日も東京イサミ中里店長にお越しいただきました。はい、中里です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のおすすめ商品をお願いします。はい、今日はフュージョンファイトギア、フュージョンファイトギアだった、はい、の商品をボロボロ持ってきました。まずこれドギーですね。お、ドギー、なんかすごいスペースな感じの、はい、なんか宇宙的な感じの道具が出てきましたが、これはどんな道具？これはスタートレックっていう映画モデルの、はい、道具みたいです。ちょっとうちじゃこれ着てもらっていいですか？了解しました。ちょっと A1 サイズですね。羽織ります。で、ここのメーカーがカナダ発のブランドで、うん、まあ、あのスタートレックのさっき道具とかっていうかスタートレックの道具持ってきたんですけど、その他にもこれがターミネーターかな、お、これですね、これもスタートレックのラッシュガードですね。お、道着とラッシュ、はい、で素材がまたラッシュもすごいいいんですよね。薄くてちょっと丈夫な感じですね。これロッキーなんですよ。え、はい、黒に黄色、そうロッキー、ロッキーですね。結構こういうのが好き、お好きなんですかね。はい、でトリコロール柄のこれもロッキーなんですよ。これかかわいいです。で商品名がロッキー BJJ、 あのラッシュガードって言ってロッキーなのに BJJ、 これがターミネーターですね。テン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 ですね。ターミネーター、こいつに追われるんですよね、ターミネーターね。そうです、そうです、こいつとか言ってね、名前的な。でプリントは全部消化ですね。だから剥がれる心配がないですね。そうなんです。でここのメーカー、こういう映画とかゲーム、漫画、もうフィギュアとかそういうモデルをもうそのままこういうギアに落とし込んだ感じで、ちょっとお茶目っていうか、はい、出してますね、はい、これカラフルでなんか目立ちそうですね。でこれもかわいい、はい、いい色。これも何かのやつですか？これターミネータースパッツですね。へえ。ロングスパッツです。で、またこれロッキーですね、これは。
上下セットでって。そうですそうです。これウッチ来た。はい、道着です。今これが AHE です。をちょっと着てるんですけど、若干大きめですよね。うん、なので AHE は多分ライトも男性ぐらいだとすごいいいのかなって思うんですけど。はい、この辺が刺繍ですかね。そうですね。すごいしっかりしてますね。はい、でやっぱすごい宇宙な感じの。はい、ここ胸にマークがあって。はい、で刺繍の色がちょっと水色青ぐらいですごい可愛くて、この返しもちゃんとしっかりしてます。裏面は ちょっとここにフュージョンファイトギアのブランドロゴが刺繍されてますね。でこの生地は多分一回りぐらい縮みが出ます。うん、はい、でも軽めですごい軽めですね。いいですね。やっぱ試合に出やすい規定内の道着ですね。でパンツもこれおしゃれじゃないですか。ちょっと気づいちゃった。まずこの紐の先が最近そうこれちゃんとほぐなんかほどけないようになってる。腰紐海外のメーカーこだわってますよね。いやたまになんか文字とか入ってるやつもありますもんね。うん、いやでもこれ助かります。なんかこういったやつってなんかなんだろう、毛がすごいバラッバラになるやつがあって、はい、こういう風に止まってるといいですね。うん、あとこれ裾の部分ですかね。はい、ズボンの裾の分、可愛らしい感じですね。はい、けどなんか青もなんかその明るすぎる青じゃないんで、結構落ち着いた青なんで、はい、着やすいかなって思いますね。色合い的にも。ただこれ多分あれですね、ここは着て引っかかりますね。あ、じゃあちょっと試合は、はい、IBJJF、JBJJF は除いて、はい、着ていただけたらと思います。はい、柔術はもう試合とか関係なく、まあね、ギラね、着物がおしゃれだから、はい、おしゃれも楽しんでいただく唯一の格闘技だと思います。はい、はい、なのでこちらもぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Olá galera, meu nome é Fernando Tererê e agora vou mostrar um pouco da uma posição aqui com vocês aqui de passagem de guarda, ok? Deixa eu ver. Fazer uma posição aqui quando o adversário está aqui com um gancho aqui fora, dominando meu calcanhar, tá? O adversário está aqui dominando meu calcanhar. Vou matar essa perna dele aqui para dentro, vou andar para trás, vou matar essa perna aqui para dentro e vou passar por cima. Nesse momento que eu passo ela por cima, eu vou entrar a mão aqui por dentro, entrando aqui, tá? Então eu tô aqui com ele, mato ela por cima, viro minha perna pro lado, entro a mão por dentro e abaixo aqui. Nesse momento aqui, eu vou entrar a mão abraçando a cabeça dele, vou puxar essa da perna aqui. Abraça a cabeça, puxa da perna. Ficaram passando a guarda. Ok? Mais uma vez. Agarrou aqui, matei, ajoelhei. Entrei a mão por dentro. Por dentro da perna. Terminei o pulso. O pulso dele. Abraço e cai de lado. Passa a mão. Isso daí é uma posição de passagem de guarda aí. Espero que vocês gostem. Jiu-Jitsu Priest. はい、ここからは紫帯と青帯のオープンクラスの試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、紫帯はですね、ユージ谷口とトーマス三つ、トーマスがもう今ガンガン勝ってますから、はい、このね紫帯のオープンクラス決勝戦、そして青帯の方はイゴール田辺、ケビン木村、ルーカス広沢、この3強がねまた勝ち残ってますから、ここの試合のねもう潰し合い見てください。はい、はい、それでは VTR スタート。はい、アダロと紫帯オープンクラス決勝戦、ユージ谷口対トーマス三つです。はい、トーマスはねもう去年から今年にかけてもうずっと試合出てますね。はい、そして全部勝ってます。11月のドゥマウジャパンオープン、はい、12月のドゥマウジャパンカップ、そして ASJJF ドゥマウのウエストジャパン、はい、このね紫帯で階級別無差別全部優勝してますね。
そしてこの大会が、2016年の開幕戦、はい、馬は東京オープンの階級別ももちろん優勝しております。そして無差別級でも決勝戦進出、はい、この対戦相手このユージ谷口、はい、ね、過去にはこのトーマスを2回試合して、はい、トーマス2連勝してるんですよ。お2度あることは3度あるなのか、それとも3度目の正直にトーマス勝つのか、今好調なのがトーマスですからね、はい、さあトーマス対このユージ谷口どうか、非常に、ね、これ見どころあると思いますよ、はい、さあユージ谷口もちょっと久しぶりの試合ですね。ユージトーマス今これもう体格差もやっぱあると思うんですけどね、はいはいはい、多分ユージもヘビーとかスーパーヘビーの選手なんで、うん、おーうまい。トーマスはミドル級ですね。パスガードしましたね、はい、パスマウントけど、まあポイント入りましたけども、うまくリカバリーしたのはユージ谷口、はい、さあガードポジションがトーマス、さあどうでしょうかユージ谷口。トーマスもポイントはね、もうかなり勝ってますから、もうそんなに無理して攻めなくてもいい感じですね。さあトーマスのね、道具にもチョイスサプリのパッチがついてますよ。チョイスサプリ、はい、今ですね、今すごく新進気鋭の新たなね、サプリメントメーカーなんですよ。それがスポンサーついてきましたね。やっぱりこういう活躍してる選手にはどんどんスポンサーがつきますからね。はいはいはい、チョイスサプリ、サプリメントですよ。プロテイン飲みますよプロテイン BCAA、 プロテインってやっぱ皆さん飲むんですか。飲みますよ、スポーツ選手も飲みますからね。女性もね、一食朝食代わりにプロテインとかっていうのがありますからね、はいはいはい、そうなんですね。食事の代わりにプロテイン飲んで、プロテインダイエットなんて一時入りますからね。あ、入りますね。聞いたことあるんじゃないですか。聞いたことあります。あ、そのプロテインってプロテインなんですね。タンパク質、栄養補助食品。今ねこのチョイスサプリっていうのが自由使いでね、はい、いろんな選手サポートして売り出し中なんですよ。やっぱそういった選手のね、活躍するそういうスポンサーの目に留まりますからね、はい、さあユージどうか。ちょっとね、なかなか攻めきれないから、そうしてこれ今トーマスもねスリープ仕掛けましたけど、はい、おー、どうか。もうクローズガードですね。もうトーマスはもうここで止まるか、まあ、もうポイント的にそうそうそう、もう何もやらさなければいいですからね。なくてもいい、はい、なんだったって過去 2連敗した選手にね、これでリベンジをもうほぼ間近。でも攻めていってますね。そうですね、これちょっとラペラを引き出してこれ締めでも狙おうかと、はい、いうところですね。後ろ襟を持ってますよ。さあユージはこれ、ね、パスガードしたい。パスガードするにはこのガードを割らないといけない、はい、その割るために立ち上がって相手の足を開かせようというところなんですけども、そこにしがみついて耐えるトーマス、はい、さあ割れました、割れましたね。割れてこれ今プレッシャーをかけながらパスをしていこうというところでタイムアップ、はい、判定ですけども14対2、もう大差の判定勝ちですね、はい、トーマスミス4大会連続優勝、2階級制覇おめでとうございます。はい、アダルトアオビオープンクラス準決勝、マテウス女対ルーカスヒロソウです。この2人もねしょっちゅうやってますね、マテウス対ルーカス、はい、見慣れた感じが、見慣れた感じですね。ルーカス広沢対マテウス恩田、はい、ルーカスにもねこのチョイスアプリからねスポンサーの話ありますからね。そうなんですね、やっぱね活躍してますから。確かに、でも毎回出てるようなイメージがすごいです。だから選手の方もジュースプリースとかで試合の映像が流れるじゃないですか、はい、はいはいはい、だからどういう選手なんだろうってチェックされますからね。それで勝ってたらやっぱりスポンサーの方もこの選手いいって決まることはあります。そうなんですね、はい、ということなんで、けど今回はねルーカスがスイープされましたよ、はい、マテウスに。マテウス恩田はヘザー級、はい、ルーカス広さはミディアムヘビー級。いつもながらちょっと体格差がある、ね、そうですねけどもやっぱりもう
いつもね、マテウスやられちゃってますからね、ただでやられるわけにいかねえってことでね、やっぱ研究してますよ。さあ、相手のラペラを引き出してこのテイクダウンか。もともと柔道のね、インターハイ出場ですから。そうなんですね。ルーカスヒルさん、やっぱ柔道のね、強豪ですよ。すごい。さあ、マテウス今日本に 取られましたけども、はい、さあ、デラヒバガード、お、さあどうだ。おお、攻めていきますね。お、マテウス、これパスガードなっちまいます。抑え込まれちゃいました。パスガードでさらにポイント入りました、はい、さあちょっとここになるところと、最初にスイープしたのは、はい、マテウス、そこからスイープしてパスガードで今5対2ですね、はい、5対2、先制上げたんですけど、ちょっとこの状態になると厳しいか。マテウス動けなくなっちゃいますね。さあさあ、これ今バックですね、バックですね。足ねじ込もうというところ、まだねじ、でもねじ込ませないようにしてますね。このシートベルトクラッチ、シートベルトクラッチ、はい、両手でね、相手のね脇の下、そして肩越しにね組んで、シートベルトのように組むということから、へえ、シートベルトクラッチ、シートベルトグリップとも言われてますね。さあ今相手の手首を持ってますね。はい、さあこの状態からどうやって逃げていこうというところでしょうか。結構もう体格差あるから押さえつけられちゃうと、そうですね、逃げられないですよね。お、もうバック、あ、バック、お、バック入りそうですね。あ、でもまだ足入ってないですね。入ってないです、入ってないです。あ、今のこの今上になったんです。これポイントなしですよ。さあハーフガード、ハーフガードのルーカス、で頭での相手の顎にプレッシャーをかけながらパス狙い、うん、ちょっと疲れたか、ちょっと息を、息遣いが荒い感じ、息出してますね。まあ、ルーカスはもうこのまま足を二重絡みしても待ってる的な、なんかもうしれっとした顔しますね。そうですね、もうちょっと体力をセーブしてるか、ルーカス広さは。もう無理しない感じはありますね、はい、さあ今チラリと得点板を見たマテウス、はい、けど足抜けばこれ同点になってね、カリンです、突入できますから。抜いていきましょう、抜きたいところなんですけど、腰のツイスト、腰をグイグイと揺らしていきますがどうか。あ、守りは硬い、もうルーカスはね、はい、守り徹した5対2、5対2でルーカス・ヒルさんは決勝戦進出、はい、はい、オープンクラス準決勝、イゴール頼み対ケビン・キムラです。はい、アダルト・アオビのオープンクラスの準決勝、はい、イゴール頼み対ケビン・キムラ、このね、ケビンがね、やっぱイゴールに勝てない、そして迎えたこの試合ですよ、準決勝。あ、そう、お、立ち上がった、お、そう、これ今のね、ダブルガードっていうか、両者突っ込みから立ち上がって日本に取りましたよ。そう、AJJL フルーならではの、両者引っ込みから立ち上がると、はい、IBJJ フルーだったら相手にアドバンテージが、立った方にアドバンテージ入るんですけども、この AJJF ルールは、はい、立った方に2ポイントが入ります。そして2ポイントを獲得したケビン・キルマ、木村、さあこれちょっと一歩リードですね、2ポイントリードですよ、ケビン。さあこのね、イゴール・タラベ、過去ね、もう、はい、対ケビン・キムラ戦全部勝ってますからね。そうですね、なんかもうここでちょっとポイントを先取ったし、はい、頑張ってほしいですね。これが3度目の対決ですよ、はい、あ、でもまだ3度目なんですね。そうなんですよ、1回目の対戦が、去年の、ブルーデスティニー、はい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 、でその次の試合が12月のドマウジャパンカップ、はい、そしてこの試合ですね、3度目の対戦。3度目、4度目か、コパラスコンチャスでも戦ってますね。ブルーディスティニーのイメージはすごい、そうですね、強いですね。あそこでね、だから2015年初敗北が対イゴール田辺戦でしたからね、ケビン・キムラ。
イゴールさんがなったばっかだったんですよ。そうなんですよ。そうですよね。もうケビンはね、もう青瓶になってもうかなり経つんじゃないですか。はい。イゴールまだこんな面して15歳ですからね。こんな面して15歳ですから、ね、貫禄ありますよ。ガタイもでかいですからね。本当に。絶対夜とか歩いててもなんか警察さんに声かけられないですよね。そうそうそう、深夜徘徊でね止められないですよ。いまだに止められるんで。さあ飛びついてクローズガードに入れていきましたよ。さあこのイゴール田辺対ケビン津村3連勝中。はい。ケビンやけどまだこの2ポイント、まね、勝った2ポイントを、はい、まだ取り返されてないですね。取り返し、そうなんですよ。でそれだけにねイゴールはねパスでね3ポイント取れば逆転しますから、いつも以上に攻めてますね。そうなんですよ、パスのアタックですよ。パスのアタックを繰り返すイゴール田辺で、そこをうまくしのいでいくのがケビン津村。はい。まだまだここねパスをね許しませんよ。おお、三角三角三角、そうですね、三角からそしてオモプラットか、さあさあさあ、これはこれ腕抜かれるのも良くない。はい。さあラッソーガード、ラッソースパイダー、さあラッソーガードの手首を解除していくイゴール田辺。こんなにイゴールさんこうなんか攻めあぐねてる感じもなかなか見えないですね。珍しい。さあ両者のねセコンド陣も熱が入りますよ、はい、その辺に。あ、これはあ、フィフティフィフティですね、フィフティフィフティ。これね足をね流されてます。あ、どうか、もうケビンはこれはもう足をね、はい、外されちゃいけないですからね、ここはもう死守しないといけない。せっかくポイントでね、そうなんですよ。いやけどこれはね足をねうまく流せれば勝てますよこれ。レッグドロップポジションに行けそうです。さ、はい、お、さらにこれはバックも行けるか。さあ残り時間短い。残り時間もうないぞ。あ、これバックか、バック、ニアバック。おー、おー、よく、危ない危ない危ない。おー、まさかのカウントダウンがありましたね。しましたね、ケビン・木村。めっちゃ嬉しそう。喜んだ、喜んだ。はい、イゴール4度目にして初勝利、はい、ケビン・木村が劇的勝利ですね。最初の2ポイントが勝敗を分けた。はい、取り返せなかったですね。そうですね、2対0、ケビン・木村勝利。はい、いい試合でしたね、好勝負。はい、はい、その決勝戦はルーカスとケビンで、ケビンに勝ちを譲ってケビン・木村優勝。はい、嬉しいだろうな。なんでカイアニが来る。はい、もうこのね3人で3位決定戦はイゴールとマティウスがやって、はい、マティウスに勝利を譲りましたね。まあ、2人で無差別やって、まあ、階級はイゴールに負けたんですけど、まあ、こうやってケビンが同じ道場の人がこうやって敵を言ってくれるっていうか、代わりに勝ってくれることを本当に嬉しく思いました。そうです。まあ今日自分は、まあ、体重、まあ、ちょっと上の方にあって、まあ、1階級上で戦ってで、まあ、ルーカスが今日階級で負けてしまったんで、まあ、自分がいつも負けてる選手に、まあ、いつも勝ってもらって自分を肩切りしてもらってるんですけど、まあ、今日は自分が恩返しとして肩切り打ててよかったです。この2人はね、いいチームですよ。あー、めっちゃ疲れました。ルーカス強かったけど、今回はいつもと違う作戦立てて成功したけど、また無差別でな相手の作戦にまたやられた。ケビンどうだった。もう俺
ダブルガードから立つと思うんだから、あれがやられた、あれにやられてまずガード引っ張られてパスできなかったのがちょっと残念。でももう次は俺の目標はパンダムだから、それに向けても練習して階級結び優勝できるように頑張ります。どうっす帰るね。ああ。しょうがない。本当インファイトの方々ってすごいですね。うん、強いよ。頑張ってる。はい、アダルト青帯と紫帯の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、オープンクラスでね、はい、イゴール対もうケビンの劇的なケビンの初勝利。あ、すごい。そうです。で、今回配信できなかったんですけども、はい、イゴールとルーカスが階級別だって、もう、はい、イゴール勝ってんですよ、初勝利。見たかった。そうなんですよ。でそれでその決勝戦でね、はい、ルーカスがイゴールとねまた再戦するのかなと思いきや、その前に、はい、ケビンがねイゴールを止めたっていうね、このいきさつがあるんですよね。すごい。非常にねこの試合も良かったんで、はい、バッチリ見てもらったのは良かったと思います。そして紫帯このトーマスが、はい、強いもうミドル級でね階級無差別優勝、この4大会連続の、ねはい、2階級制覇で、2016年度はねドゥマウ ASJF ドゥマウの試合全部出場費無料になってるんですよ、ランキング1位だったので。トーマスはねドゥマウのレギュラー選手ってことで、これからもね活躍してくると思うので、このルーカス広沢、ケビン・木村、イゴール・田辺、そして紫帯はトーマス・ミツ、この4選手注目していきたいと思います。はい、はい、それでは CM です。今日はデマウ東京オープンのパート2を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、子供、女子、青帯、紫帯、こちらをね見ていきました。子供の試合これからねやっていきたいと思います。あとのねデュマウの試合これからねいっぱいありますから、ジュースプレスほとんどねデュマウ中継になってますからね毎回毎回デュマウ中継ね、スポンサー料金払わないですよ、カゴ払わニヤッとごまかす、はい、提供はっつってるんですけどね、何にもね提供してくれないイーストンカゴ払わ、ね、払ってください、はい、はい、お願いします。はい、それでは告知です。はい、ケニタバシです。ホワイトライオット2016の締め切りがですね、まあ、もう次はもう最終締め切りですね、はいはい、お4月10日開催、最終締め切りが4月4日、はい4日、はい、けど多分前倒しになりますね。はい、もう非常にね多い。そうですね、ありがたいことに、はい、はい、もう前回も言いましたけども、早めに早め早めでエントリーしてください。はい、もうかなりね人数がねどこで切るかって今ちょっと試案してるところなので、はい、この大会の、はい、売りを言ってください。はい、もちろんこの恒例のくじ引きですね、はい、スポンサーさんの、道着が当たったり T シャツ当たったり、はい、パッチ当たったり、そのアダルトの無差別級の優勝者にも道着あげます、はい、けどくじ引きでもあげます、はい、だから
くじ引きで当たった人が無差別優勝したら1回で2個もらえる。ダブル道義ですよ。すごーい、うん、なかなかいいと思いますよ。はい。であとはこの T シャツですね、先行発売します。そう、これちょっとこれのブルーバージョンですけども、じゃあその日じゃあ優勝した人にあげたりするんですか。そうですね、せっかくだから、そうですね、優勝した人にあげれたら。どこの優勝者、どこの優勝者しようかな。8人以上のトーナメント。そうですね、そうですね、はい、ワンマッチ決勝で、ね、上げた方にあげたらね、上がったりですね、商売。そうですよ、2000円で4000円の収入があって、はい、T シャツが4000で、メダルも2個あげちゃったら大赤字です。そうなんです。なのでね、まあ、8人以上のカテゴリーのトーナメントの人にはあげると、はい、新作の T シャツあげます、ね、ぜひ来てください。はい、はい、こんな感じですね。いや、もう忘れちゃいけない、ふるったさんも。あ、そうだそう、参加者全員に浅いドリンク、俺も浅い飲めるようになりましたからね。大好き、はい、今じゃちょっと好きになってますね。いや、好きではないですけど他のやつやっぱりちょっと苦いのとか、あんまりちょっとシャーベットのやつとかはちょっと食べづらいんですけど、フルタフルタのあの浅いエナジー、あのパックのやつは美味しく飲めましたね、はいはいはい、風味も良かったので、これ本当おすすめですね。で、もう栄養豊富、そしてね、はい、体にいいっていうね、やっぱヘルシー志向じゃないですか今、はい、で普通に買うと250円とかしますからね、めっちゃ高いですよね。いいお値段なんですよ。でそれをね、ちょっと試供品じゃないですけど、はい、ね、ちょっと今まで買ったことなかったけど今回飲んで、あ、美味しかったら買ってもらえればね、はい、いいと思います。俺もたまに買ってますから、はい、アサイエナジーのね、あのベリーのやつを、はいはいはい、いいと思います。バナナのバナナもうまいですね。いいですよね、はい、コーヒーのやつは微妙ですけどね、はい、ちょっと俺口にはちょっと合わなかったなっていうのがありますけど、そうですね、はい、そちらの方もぜひぜひ、はい、ね、T シャツがね、もう売って、はい、物販もあって、はい、アサイ飲んで、はい、モカピも来るかもしれない、来るかもしれない、ね、来ないかもしれない、来ないかもしれない、そこら辺のシビアなところ、はい、ね、金銭問題ありますからね、はい、もし決まったら、ね、またチェキ買いやりたいなと。この間は結構取れた、10枚ぐらい取って、はい、はい、サインしてね、はい、来ましたね、はい、こちらの方もね、お楽しみしてください。はい、お願いします。じゃあ最後提供お願いします。はい、地元企業の呪術プリスト、この番組はファイターズショップブリテリア、金属工事、呪術一式一徹、イサミ、ベリーハールズ、サミミット、ナスコンジェス、ズマウ、株式会社、フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。そういうものを考え何回やってんだっていうのありますけどね、はいはい、来週はですね、ドゥマウの愛知大会、ここはドゥマウですね、こちらの方見てみたいと思います。また来週お目にかかります。さよなら。